7官は、慶応4年の生態書に基づいて、明治政府に設置された、中央官庁すなわち、犠牲官人犠官行政官会計官軍務官外国官及び警報官の総称である。はじめ、明治政府が成立すると、人犠、内国、外国、海陸軍、会計、警報及び、制度の7事務課が置かれ、 ついで7事務局となり、7局と略称し、これと別に国政の統一のために総裁局があった。7局には、議定1人が、各官の、徳として、事務を総括し、同じく2人がタスクとして、これを助け,け、サニを4人が判事として実務に当たった。うるー4月21日に廃止され、政体書においては、立法、行政及び、 司法の三権を分立させるために七官制とした。犠牲官は立法府で、上局及び下局に分かれ、行政官は行政事務を総括し、総裁局の後ろを見で、後の大上官の前身で、人議官、会計官、軍務官及び外国官はそれぞれ行政を分担し、刑法官は司法府であった。犠牲官の上局には議定参与、 下局には議長及び議員がいて、行政官には議定権人のスケミが首相の位置としてあり、人議以下五官には知事が長官、副知事が次官、判事が初期官として置かれた。明治2年5月13日、議政官が廃止され、7月8日、行政官は大乗官に、人議官は人議省に、会計官は大倉省に、軍務官は兵部省に、 外国官は外務省に警報官は行務省となった。ありがとうございます。